コロンボ、はい、コロンボさんです。皆さん、ついにポピープレイタイムチャプター3がやってきました。早速やっていきましょう。ディープスリープ。これ言わなくてもわかります。やばい。よし、そしたらですね、なんと今回日本語対応してるらしいので見ていきましょう。セッティング、ランゲージ、おっと、ジャパニーズ、やばくない？これどうなる？アプリセッティング OK で、おお、すごい。めっちゃ日本語になった。とりあえずこれでやっていきましょう。皆さん、お待たせしました。それではチャプター3やっていく前に、チャプター3めっちゃ待ってたぜっていう人は高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。はぁ、始まった。やばい、プレイタイム、プレイタイム。あー、とりあえずね、とりあえず前の映像からですね、今まで見たことありますね、これはね。やば、とりあえず見ていきましょう。皆さん、はい、まあ見慣れてますね、この辺はね。もうはい、1006来ました。10時6分。あ、でもすごい、字幕見て、ほら。とりあえずフル音声は本編からかもしれませんね。日本語吹き替え、フル音声。でちゃんと翻訳ちゃんとしっかりしてると思います、今回。で、キャットナップさん、はい、お出ましです。やばい、ドキドキする。どうしよう、怖い。普通に寝た方がいいって。そんなあのやばそうなガスに頼らずにさ、普通に寝な。あー、もうほら、コロボさんもやばい。やばい、始まる。このあー、なるほど、そのままあのニュースにつながるわけですね。これスマイルクリッターズのあのキャットナップが出荷停止になったっていうニュースです、これは。はい、主要メンバーを2人加わったことにより両者とも火花を散らしている。キャットナップ持ってます、コロボさんも。コロボさんも持ってる、これ。まあでもコロボさんのキャットナップはガスは出てないですね。はい、キャットナップがあるとやばい夢を見てしまうと。いやー、プレイタイムさんってさ、形やばいよね。思ってたけどさ、昔から思ってました。ああ、削除されましたね、キャットナップのみが。なぜかおもちゃにまで、ね、ポピーガスを出すキャットナップが出てしまっている。これ謎ですよね、正直ね。生産ライン、一体だけじゃないんでしょうかね。うわー、やばい、始まる。謎の動きしてます。よし、やりましょう。心の準備はとうの昔にできてます。やばい、くる。おお、なに、キャットナップ、最初からかよ、やめてくれよ、そんな。これキャットナップの目線でしょ、これ。なにこれ、盾。ガス入り口かな。あー、入り口だ。やばい、工場内を這いずり回って、誰か落とされた？え？主人公？どういうこと？なに主人公？キャットナップに持ってこられてるやん。なに、ちょっと、やめて！なに？あ、閉じてるのね。やっぱコロマさんの思った通りだね。この場所は、やっぱゴミを潰す場所なんだわ。だから急いで出ないと、やられるんだね。コロボさんの予想は、コロボさんの予想では、ここでキャットナップを倒すと思ってたんですけど、そうじゃないみたいですね。はい。やられました。急いで逃げないとダメみたいです。行きましょう！うわー！やばい。ちょっとさ、隠し要素ない、隠し要素。隠し要素探したい、隠し要素。
なさそう。行きましょう。またでもどこに行けばいいんだ。待った待った、どこに行け、あ、あそこだ。うわぁ、逃げれた、これ逃げれた、わかんないわかんないわかんない、あー待って待って、わかんないわかんない。自分を引っ掛けるものに対して、あーなるほど、ね、グラッパックを使ったことね。やっべえ。いや予想は外れたけどね、だちょっと合ってましたね予想はね。これもう大丈夫、いやー遅くない、ちょっと勢いなくない、ちょっと、はい、なんかさ勢いが全然ないんだけど大丈夫か、あ、いけたいけた、よかった。ちゃ昔みたいにグラッパックの勢いが全然なくてビビったわ。あーなるほど、あーこれほらスクリーンショットのあった場所だわ、そういうことね。やばい、始まっちゃった、ついに。こっちかな、どこかな、やばやばすぎるんですわよ、ですわよ。これ降りちれる、ここちなみに、あさ余計な、まあ、ここからかい、ここからやめちくれ、ほんとに余計なことしすぎて全然進めないんで、もう進みたいと思います。よし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 、来ました来ました。あ、別に降りれるのね、あ降りれる、危ない、これ上にいると絶対潰されるでしょこれ怖い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 、あ待った、どこ行く、あれ、あ上に上がるのかな、もしかして、どこ行く、あそこで入り口あるね、入り口、あなるほど、降りるわけじゃないんだ、降りずにこうやっていくんだね、なるほどね、そうだよね多分ね、はいはいはい、オッケーオッケー、こう行くんだわ、いやーってもう多分ね今回チャプター3やばい長くなるんで、皆さん休憩しながら見てください。今回ちょっとね二分割に ねやろうと思うんでね。でもコロムさんのプレイヤースキルがあまりに高い場合はその限りではありません。はい、オッケー、行きます、すぐ行くよすぐ行くよ、はっ、オッケー、来れたー、あー掴めるね、なんかね前よりねこのグラッパックの肌触りグラッパックの肌触りがすごいね滑らかな気がするわ、さすがです。あ、しゃがむしゃがむ、あ違う違う、邪魔邪魔、ちょっと邪魔邪魔邪魔、どいてください、はい、おお、てかさいきなり始まったね、キャットナップに連れてこられたね、なんか電車が事故ったのはやっぱりあれキャットナップのせいだったみたいですね、やはりね、押すインタラクト、いやーやられてますねブーギーボットさんたち、誰の血なんでしょうかね、やっぱりおもちゃたちの血なんでしょうかね、いや謎はでか深いけど深いですけどね、またどこに行くべき、なんかべちゃべちゃ落とす、あーなにこれ、誰のワイン、ワイン落ちてる、ワインがやめてよ、ワイン落とすの、あー見てこれ床、はあ、キャットナップのあれだわ、傷だらけ、キャットナップちょっとさあのところ構えずさ引っ掛けすぎじゃない、ちょっと痛風か、さては。よっしゃ、行きましょう。カモン！開きました！うーわ、バイオとかその辺のゲームみたいだよね、なんかこの狭ささ。怖いな。いつどこでさ、奴が現れるんだろうね、キャットナップさん。なんでキャットナップは主人公を生かしたんだろうね。なんかやらせようとしてるのかな。わざわざね、ここまで届けてくれてるわけだからね。おっかな。あー、こっちから行けってことか。また下もう、おい、ポピーガスじゃん。はい、はい、はい、一旦中止、一旦中止中止じゃない、一旦、これさガスだよね多分確実に、これ吸うとどうなるんだろうね、ああわざとじゃないよ、マジでわざとじゃなくてシンプルにコロボさんが下手すぎただけ今のはふっふっはっほっ、これはちょっと待ちますと、ってかさ気づいたこととしてはデスメッセージが流れなくなってるね、やばい、ちょっとあーぶねえ、間に合ったまださプレイケアの方にはたどり着かないみたいだね、えこれどうやって行くの、あーあれあれ掴むとこだわ、よく見たら、あーなるほどね、そっかそっかそっか、あー戻らないでお願い、ちょっと来い、来た来た来た、ほっ、よしよし、あーなるほど、こういうギミックもあるわけね、カーボン、よっしゃよっしゃよっしゃ、しゃがんでいきますよと、今回収集要素どんな感じなんだろうね、皆さん何が楽しみですか、やっぱりハギワギ、それともキャットナップ、それともポピーちゃん、あるいはあの新キャラ、どうでしょう、あ待って、なんか見える、あ見えない
開いた開いた開いた。絶対これどうやって行くんだってなる人いるだろ、これ。やばい！工場内のなんか休憩室みたいなとこ来たわ。なんかプロジェクトプレイタイムのやつ結構あるね。こういうとこね。待った、ビデオあるわ、ビデオ。なんて書いてある？クラインハイパー、ハーパーだ。カウンセラーの一人だった気がするな。ちょっと見てみよう。これもフル音声なんじゃない？行くよ。来た来た来た。フル音声かな？さて、ハーパーさん。すごい！状況を説明してください。フル音声やばい！状態も含めて。やばい！普段と同じように子供たちを寝かせてました。すごい！キャットナップが部屋に赤い煙をすると突然悲鳴が上がった。やば。悪夢をよく見るのは知ってた。でもあんな瞳孔が開いて、これあれだね、あんな風に怯えてあたりを見回すなんて、あの子の手を握ったらまるで血が沸騰しているようだった。すげえ。あの子は何かを見たんです。キャットナップのぬいぐるみ。すみません、私ったら。ハーパーさん、私たちは可能な最高の治療を続けます。約束します。教えてください、マリーは何を見たか言っていましたか？マリー、モンスターだって言ってたわ。マリー・ロングレックスだ。色がなくて、 あの子の心臓があんなに激しく、あの子にとっては現実だったの。 それにあの子の暴れ方、腕や足をあんなに激しく。やば。字幕はちょっとおかしいですけどね、うん。話をさせてください。様子を確認したいのと。カウンセラーだね、ハーパーは。やっぱりたいんです。それは推奨できません、ハーパーさん。これ多分ステラだよね、聞いてる人。対処すべき問題がたくさんあるんですよ。彼女の容態は正常。やばいやばいやばい、怪しい怪しい怪しい。元気になりますよ。悪いけど、そんな慰めの言葉はいらないの。すっげえ。とにかくあの子を返して。やば。待って、みんな翻訳すごい。すごすぎる翻訳、日本翻訳。翻訳っていう、翻訳っていうか字幕は微妙だけど、吹き替えがえげつねえわ。めちゃめちゃすごいわ。ありがとうございます、配給会社さん。日本の配給会社はインフォレンズです、皆さん。インフォレンズさんが頑張ってくれたんですよ、多分これは。おそらくですけど。で、さっきの ね、ビデオ、マリー・ペインですね。ハーパーさんはマリー・ペインのことをしっかりと見ていった、多分カウンセラーだったんですね。マリー・ペインとはつまり、マミー・ロングレックスの元になった子です。やばいことが行われてたんですね。あ、これさっきの場所じゃない？ほら。さっきぶん投げられた場所だわ。いや、早く、これ参ったな、これ。オッケーオッケー。まあ、それぞれ電池を2つ集めようって魂胆ね。まず1つはここです。はい。えいっ。いや、すごい入り方。で、もう1個ここにあります。ちなみに、なんか書いてある。ザ・アワー・オブ・ジョイって書いてあるね。キャットナップの、あれじゃん。決め台詞。よし、まあ、行きましょう、じゃあ。でやふぃー。見て、バー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 ファントのスイッチ。翻訳がすごいから楽しみだわ、すべて。字幕消す？いや、あった方がいいか、一応ね。内容把握するためにもね。はい。僕はババババ。ああ、ババファントの声もあるよ。ね、君のことを覚えてる。何を覚えているか知りたい？教えて教えて。ババファントさん、大丈夫？勉強のしすぎておかしくなったみたいです。あー、はい、わかりました、すいませんでした。君のこと覚えてる。あ、なに、で、え、電話？まだ、どういうこと、どういうこと、電話鳴ってる、電話鳴ってる。ちょ、電話鳴ってる、電話鳴ってる。ちょっと待って、どこ、電話どこ、電話どうやって出んの？待って、電話どうやって出んだよ。ちょっと焦る。ちょっと電話の出方がわからないんですよ、私は。早く電話切っちゃう。あった電話。これ誰？迷子みたいだね。これ死なれちゃ困るし、うん、やっべー、助けてあげるよ。フル音声やばい。後ろの壁についてる管、いい？ドカン。どこ？このバッテリーを使えばドアが開くよ。あ、これか。はてなはてなはてなだって。これ絶対新キャラだよ、やっぱり。ポピーちゃんじゃないもん。男の子っぽい声だったよね。誰がこのさ、あれをくれたんですか？電話には出ないといけないってこと？待って、これなんかカードゲームみたいのあるよ。何これ、欲しい。まあ、いいや。行きます。でや！あ、入った。普通の扉なんだけどな、結構。また電話？ああ。君がやったの？あ、ようやくここ？キャットナップに見つかったんだ。なるほど。ポ
ピーが脱出を邪魔したから多分怒ってるよね。仕方なかったんだ。あ、やっぱもう違うじゃん。君が最後の望みだから。ホピーちゃん軍勢だわ多分これ。たくさんの命を救えるよ。自分の命も含めてね。プレイケアはこの先にあるよ。ほう。キャットナップの住処だ。スマイリングクリッターズのメンバーさ。なるほど。昔は8人かな。今はあいつ1人。え、何があったのみんなに。彼の教会。あ、彼の狩りの場なんだ。これあれだ、 PV で言ってたやつだね。好きなように使ってるんだよ。はい。グズグズしない方がいいよ。また連絡するね。オッケー。あ、忘れてた。オーリー。僕はオーリー。よろしくね。オーリーだって新キャラの名前。ポピーちゃん軍勢かな。ポピー、キャットナップがやっぱ邪魔したんだね、このね、列車を止めたのは。やっぱりほえー、オッケーオッケー。じゃあ行きましょう。オーリーにはいつ会えるの。早く会いたいよ。味方なんでしょ、だって数少ないコロンボさんの。それはもう早く会いたいですよ私は。ボロボロだね。よく崩れないね、施設全体は。あ、なんだこれ、あったのね。全然普通に登ってきちゃった。あー、これもスクスクショだった場所だね。やっば。見て、ポスターもある。ほら、See you again soon! だって。あー、ここが、あれだね、電車でみんな来るわけだね。なるほど。セキュリティ。あ、奥いやだ。まだいけない。このセキュリティブースでなんかしなきゃいけないわけだ。さあ、行きますよ。ブンザバニーの扱いひどすぎ。誰かが見てる。ほら、レック中だよ。誰が見てんの？やめなよ。オッケー。教えて、コロンボさんに。あ、なんか書いてある。こういうのはね、ちょっと小ネタで紹介で詳しく見たいと思いますので、みんなまた楽しみにしてね、それも。なんか重要そうなのないかな、とりあえず。とりあえずこっち行こうか。どこから、まだキャットラップ襲ってこないんじゃないかな。だって武器がないからね、まだ。なっ、そっちに開くの。あーん、ハンドルを持つ。回転させる。これなんか、Q と E で回す。あー、回った回った回った。OK、OK、OK。なるほどね。あっ、違う違う違う。ちょっと待ってね。どういう感じ？あー、そっちに、こっちにビョンってなる。これを向いた方向ってことか。OK、OK。じゃあ、あ、またまた、オッケー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 。掴んだ状態でってことね。じゃあ、これを押して、ハンドルを持ってね、オッケーオッケー。これでオッケーオッケー。来た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 。なるほどね。あ？あ、で、電源が入ったので行けるようになってるってことか。オッケー、行きましょう、じゃあ。頼もう！待って、これテレビついてんじゃない？電源入ったから。そういうわけではない。よし。行きますよ。ついにプレイケア、突入です。武器持ってない、武器。ちょ、武器ないんですけど、私。いやー、入っちゃった。あー、見て。See the world. Through the eyes of a children. 子供たちの目で世界を見ろ。みたいな感じ？エリオッツエクスプレス。エリオット新幹線？ん？おー、やっばいね。やっぱプロジェクトプレイタイムの面影結構あるね。あ、キッキンチキン。僕はキッキンチキン。僕と一緒に遊ばない？遊ぼうよ、コロボさんとさ。外はとっても面白そうだよ。確かに面白そうだ。やばい感じだね。外に出たことがない。外出たことないの？やめなよ。一緒に来てくれる？もちろんさ。ほら、こっち先に行くね。頼んだよ。何があった？こいつが先陣を切って危険を確かめてくれたってことですね。やばい、見て、いろいろなものがあってもう目が追いつかないよ。あ、スイッチオープン。とりあえずオープンしてしまう、コロンボさん。よしよし、じゃあそしたら今のところなんか回収できるものはないですね。あ、ポスターあるね。ポスターとかもね、ちょっとじっくり見ましょう、後でゆっくりね。はい、ジョイ。これ何が、あー、なるほどね、ケーブルカーみたいな感じだわ。すごいね、こんなものがさ、施設内にさ、全部常備されてるなんてさ。まあいいや。よし、行きましょう。よし。あー、来た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 。すごいね、そのプレイケアへの行き方がえげつないよね、なんかね。遠い、遠い、遠いっていうかさ。あー、だ、着いたってことかな。あ、ロードが入ったね。どうも。あ、こんにちは。やばい、あ、ルートビヒなのね。何何？皆
さんなら何だと思いますか。そうですね、笑顔さまざま、お金もあるんだ、全然足りない。誰も分かってくれない。おお、誰もが人間不信。エイリオット結構ね、人生苦しい人生歩んできてる感じですからね。何かが欠けているように感じる。ほう、やばい、何ここ。そう、誰一人として、え、おかしくない、世界が、世界がおかしいよ。あ、見て、ホラーマさんが言ったのと同じこと言ってる。笑顔笑顔って言ったら合ってるじゃん。あ、そっか、スマイリングクリッターズのコンセプトってわけね、それが。子供の笑顔を引き出すことです。おお、子供たちに夢と希望を与えることなのです。素晴らしい、エリオット。希望があってこそ私たちはより良い世界を。何ここ、ねえ、やばいよ。なんか何も恐れずに暮らせ、決して危険な目に遭わない場所。何この場所、本当になんか SF みたいになってるって。すべての子供には常に笑顔で怖っ。安全に暮らせる家が、めっちゃやばいよ、なんかこの場所。私は胸を張ってプレイタイム社の創設者として発表します。あー、なるほどね、最初のトレーラーだわ。最初のトレーラーのあれだね、ここはただの孤児院で、内容を喋ってるわけだ。学校、遊び場、すごい。ここは我が社独自の大事な地下施設です。日本語翻訳がしっかりあれだわ、綺麗。うん、教師、カウンセラー、母親、父親、子供が成長するまで我々が代わりを務めます。スクショで見た世界ですよ、皆さん。そして感動、これらの感情を届けられるよう願っているのです。これ結構さ、あー、じゃあじゃあじゃあ、早い早い早い、ちょっと開いた、終わりました、エリオットの講釈。大変な場所に来てしまいましたけど、ちょっといやー、すごいね、でも。あ、また電話来た、電話来た、電話来た、電話早く出て。やあ、また僕だよ、オーリー。オーリー、ここそんなに悪くないでしょ。そうだね、結構いい場所だと思う。子供たちが住んでた場所。うん、でも今ではとにかく部屋の真ん中に、まあ、結構好きだよ、この感じも好きだよ。うん、見える。その下の階段を使ってみて。あ、階段？ブレーキ屋内の電源をすべて管理してる、とってもいい部屋がある。なるほど、そこで鍵をあげるよ。会える、やばい、オーリーに会える。怖い怖い、怖くはねえか。やばい、ブレーキ屋えげつないぞこれ。あー、地図あるね、これ、ほら。うーわ、これいろいろ見る見がいがありそうだな、これいや、かなり荒廃してますね、やっぱ。てか、この場所何？外観、やえげつない、怖かったよね、なんか。何なんだろうね、この場所、本当に。じゃあ、ちょっとオーリーに会いに行きましょう。とりあえず。オーリーさん？あ、入れる。うわー、なんか落ちてる。シャワーかな、シャワー。やばい、何この機械。こんな線出てて大丈夫かな？怖いな、ちょっと。どこにいる？待って、どこにいる？オーリー。いきなり出てこないでね。オーリーさん、どこ？これ、あー、開く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 。なにこれ？あ、鍵だ。ガスって書いてあるね。あ、ガスマスクゲットできるんじゃない？鍵を手に入れたね。手に入れた。これは一体何に使う鍵なんだろうって思ってる？思ってる。まず、そこから出て、君が乗ってきたあのケーブルカーのすぐ左にドアがあるはずだ。マジ？じゃあ戻りますよ。嘘じゃないことを願う。オーリーもまだちょっと信用に値しないからね、まだまだ。まだまだ。コロンバさんの信用たるにはちょっとね、それなりの誠意を見せてもらう必要がありますよ。よっしゃ、行きましょう。ここかな？ああ、ここだ、ここだ、ここだ。来れた、来れた、来れた、来れたってか。ちゃんと説明聞かないとやばいわ。ちょっとさまよっちゃった。ああ、なになになに？ロード中。結構ロード入りますね、普通に。あー、なになに？このロード挟むの何なんだろう？切り替わってるってことか。あー、なるほど。膨大なんだね、あのデータ量が。なるほど、それでね。さあ、来ましたよ。あ、キャット B の看板もある。お、ウォッチやステップ気をつけて。かわいそう、ブンゾー！ブンゾー！気をつけろ、落ちないように。え、待った。Don't forget your mask.
エンプロイオールウェイズウェアガスマスク。ウェア、ウェザー、ウェーラー、ウェーバー、ザ・レッド・スモーク・イズ。あー、スモークが出てるときはマスクをつけるのも忘れない。だって。キャットナップ暴れすぎ。情緒大丈夫かあいつ。心配になってきたわ。これはあ、レックになってる。誰が見てるのやめて。見ないで。まあ、コロンボさんが見てるんですけどね、大概は。施設のガス製造ゾーンへようこそ。これガス製造ゾーン。プレーキア全体を管理する心臓部。いやー。機械が吐き出してるガスは、すべてこの工場で作られているんだ。なんでガス、ガスを。赤い煙。レッドガスね。今は右の方へ流れているよね。流れてる。これを左方向に流れるようにしなきゃいけないんだ。それで奴に近づける。なるほど。機械には厄介な安全装置がついてると思う。安全装置？君なら何とかできるはず。任せて、コロモさん得意。また連絡するね。わかった。とりあえず押します。はい。君なら大丈夫でしょって言われた途端適当にボタンを押してしまうコロンボさん。なるほどね。なんかやれってことで。全然理解してない男。とりあえず安全装置が右に流すみたいな。この電源を左に流す、右に流すことをしなくてはいけません。おっ！電源がないと。どこかかしら電源を取ってきましょう。じゃあ。かなり広い場所来たね、これ。こっちはいけないね。オッケー。じゃ、とりあえず、見えてる方向行きましょう。ここはまだ入れないかな？ダメだね。オッケー。なんか不気味な音楽流れてるね。なんだこの音楽。あ？またどこ行く？あ、そこだそこだ。オッケーオッケー。おー！キャットナップの看板ある。どんな声なんだろう。はい！ダースベイダー。まあいいか。寝てるようなので、起こすと悪いです、やっぱり。電池ゲットですけども。なんだ？待って、このさ、装置なんだと思う？ほら。2157232。なんだろうね。人が入るような感じもないし。人が入るような感じって一番怖いパターンだけどさ。多分あの銃取るまでは、ね、発煙筒かな？発煙筒を取るまではキャットナップと戦うことはないと思いたい。あー、こっち開くんだね、とりあえずもう。じゃあ行きましょうか。あー、ビデオテープあるやん。やべ、めっちゃガラス割れてる。あるあるある。なんて書いてある？グラムバック02A2.0。オッケーオッケー、取れました。行きましょう！はい！セオドラが使っていたとされるグラムバック 2.0 だわ。多分アップグレード入りますね、ここで。実用的なプロトタイプ。まだ実験用なんだね。ワイヤの長さを延長しとって。マジ？今までも十分長いのに。手の交換も簡単さ。こう入れ、こうやるだけなんだね。ガチャンってね。プロトタイプにはエアジェット？長き落下を打破するために。あー、やば！飛べるってことになったわけだ。ただし着地地点には注意してほしい。そんなゲームみたいな場所作んなよ、工場内利用。すべての地面が触れても安全というわけではない。ありがとう。注意して使用してくれ。任せて。で、どこにあるの？あ、これだ！ゲットします。いただきます。あー、ゲットできた！すごい！交換。やばい！めっちゃかっこいい！すげえ！これはすごいわ！めっちゃかっこいいじゃん！オッケー！じゃあこのね、最強の、てかさ、待って、どうやって飛ぶの？違うか。飛ぶっていうか、常に飛べるわけじゃないんだ。常に飛ぶんじゃなくて、グラパックで飛べるようになったよってことかな？あ、あったのね、これ。じゃあ上行きましょう、上。行くよ！アップル、グラパック、ついに使います。はい！うおーシンプル。いや、シンプルな性能だと思いますよ。このグラブパックは。開け！またキャットナップが大暴れしとるやん。やめなよ。何がか、もう多分あれですね。これ、スクリーンショットの場所ですね、おそらく。あー、そうだわ、多分。謎解きかなー。あー、オッケー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 。はっ！おー、ちょっと。これはもうシンプル。結構ジャンプするね。滞空時間長いよ。わあ、なんか、おっかない音楽が怖いよ。あ、ほら見て、PV だった場所。PV じゃない、スクリーンショットだった場所。やばい、汚い、これ何？これ。え、まあ、いいや。
でぇー、届かない、届いた、ギリギリ届いた。あ、あー、でこれ引き寄せるのね。これさ、長さ延長したよって書いてあるけどさ、延長したよとは書いてあるけど実感できないよね、そう、長くなってるかどうかを。これどうやっていくべきかな。ああ、そういうことなんだ、そういうことなんだ。これどこに行けばいいの。あっち側に渡ってこれを引っ張るとかじゃないわけ。そっちじゃないよね。まあ、いや、なーにゃにゃあ、で、こうやるわけね。なるほど。適当に飛ばなくてよかった。あー、ちょっと戻っちゃうな。これが限界かな？よし。おら！よっしゃ、オッケー、順調です。あ、これ開かないけども、あー、そういうことか。まだこれ使うのね。どういうシステムなの？従業員これで行けってことなの？普段から。出勤するときは。ちょっと厳しすぎだろ。ちょっと、あ、この角度どう？あー、オッケーオッケー、いけた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 。面白え。うわー、あれだね、広場の外から見えてた場所だね、これ。これはどう、どこに、まずどこに当てるかだけ見て、見せてください。電気を。あ、そこか。はっ！ここに当てねばなら、あ、違う、ここから出てる。こっちは何もない。じゃあ、あそこに当てればいいかな？斜めにもできるわけか。なるほど。オッケーオッケー。とりあえずこれで、これ開けなきゃいけないんだわ。あ、でも開かないよ。開かないぞ、これ。どういうことだ？これ、上から行く感じか？はーい！あ、そういうこと？あー、なるほど、そういうことか。電源を取りました。で、そっちに当てる。あー、オッケーオッケー、わかりました。これは、まず、オッケー、ここに当てる。ほーっ！はい、オッケー。おら！違う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 。違います違います。はい！来た！来ました！オーリーさんできましたよ！あ、そこが開くわけね。オッケーオッケーオッケー。はい。ほっ！いけるか？あー、オッケーオッケー。できたできたできた。そこでどうなる？わからんけど、できました。あっちが開くわけじゃないんだ。戻ろうか、じゃあちょっと。さあ、準備はできましたよと。あ、これで押せるってことかな？マシンのスイッチをオンにしましょう、ひとまず。はい！あ？あ、できたできたできた。オッケーオッケーオッケー。どうなるどうなる？何が起こる？オンライン。すげえ、こういうとこも全部日本語になってる。めっちゃ頑張ってくれましたね、本当に。ありがとうございます。ああ！やだやだやだ！やめて！隠れる！隠れる！なになに、ちょっとやだよ！やめてよ！あれ？電源が切れちゃった。マジ？新しい鍵を送った。送った？塔の下にあるよ。どういうこと？それでホームスイートホームに入って、中に入ったら建物の予備電源を見つけてね。頑張って。なんだよ、そんな真っ暗の中進めってこと？勘弁してよ、ちょっと。ホームスイートホームまで行けって言ってたね。じゃあ戻ろうか、じゃあ、ひとたび。さあ、戻っていきましょう。真っ暗闇真っ暗闇やめてよ。お化け出るじゃん、お化け。ホームスイートホーム。ホームスイートホームはまっすぐ行きましょうって感じか。オッケー。じゃあ右回りで行きます。どっかに鍵があるから、まずそれを取っていけって言ってたね。鍵を送ったって言ってたけど、どういうことなんだろうね。またこっちにあるのかな？あ、ここにあるっぽいね、どうやら。あー、オッケー、なるほどね。そういうことか。あー！なになになに？あー、ここにね。どういうシステム？どういうシステム？オッケー、でもありがとう。取ったよ。で、全部、1、2、3、4、5個かな？合計を全部、やるんだわ。うん、そういうことか。一旦ここに来る感じになりそうですね。毎回ね。うん、オッケー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 。
ではホームスイートホーム行きましょう。はい、来ました。開くでしょうか。あー、開くの、これ関係ないやん。よし、入ります。すげえホームスイートホームだよ。子供たちのあの絵とかさ、キャットラップの貸し書きあるんじゃない、ここに例の。おー、え、ねえ、普通に子供たちなんだけど怪しいんだ、なんか。あ、待って、これマリーペインじゃない、マミーの頃。多分そうかもしれないね。これ日本の女の子っぽいな、なんか。ああ、キャットラップのクッション欲しい。よし、行きましょう。ああ、やばいやばい、ちょっと待って、ガスがえげつない。いきなり壊し、いきなりおかしいですよ、それは。どういうか、やばい、見てっていうか、使えなくなってるグローブ。これもう幻覚なんじゃない、さては。幻覚を見てるっていうことは、やつ来るんじゃない、これ。これ絶対やつ来るよ。やつ。やっぱりあいつは幻覚の中の存在だったんだよ。ほら、トレーラーで見たよ、この通路。こんな形で会うことになるとはな。来いよ。心の準備はできてるぜ。走れもしないね。走れもしないわ、ちなみに。何の音？何の音？ええー、おっかね。これ、ハギーワギーじゃないか。うーわ、不気味すぎー。なんか、バイオハザード5のね、赤ちゃんが出るとこみたいだね。ああ！9時45分現在のニュースをお伝えします。地元当局の発表によると、少年の遺体が。プレイタイム社の創設者、エリオット・ルートビヒ氏。彼の邸宅で幼い男の子の遺体が発見された。男の子の遺体？臓器や主要な骨の多くが発見された遺体からなくなっていたと報告されています。やば！それらを摘出したことが死因となったかどうか。エリオットが不明です。怖っ。エリオットの家から男の子の死体が発見された。その死体には内臓とかが抜き取れたとかあった。つまり、あっ、エリオットは実験をしたんですね、自分で。コメントしました。こちらがコメントです。コメント、おぞましい。エリオット・ルートビッヒは人格者。人を傷つける行為など絶対にするはずがありません。ましてやこのような行為など。スキャンダルですね。彼は世界中の子供たちを深く愛していました。その彼の家に子供の遺体を隠すなどと実に。なるほど、誰かの仕業だと言ってんですね。彼の名誉が守られることを心の底から願っています。やばい、こうやって昔のあれを追う感じなんだ今、多分こうやって今幻覚の中でエリオットのやったことみたいな、プレイタイム社の事実をここであれですね、見ようとしてるわけですね。エリオットが本当にその子をやったんですかね、実験のために。電話だ、こっちか。音がうるさいよ。あー、電話。お、切れちゃった。今すぐ逃げて。え、どういうこと、逃げなきゃいけないの。オーリーさん、これオーリー、やだよ。絶対来ますよ、彼が来ます。エリオットはあれですね、やってますね。エリオットの歴史のビデオがね、チャプター2であったでしょ。運命の年で終わるんですよ、映像が。多分この事件ですね、運命とは。あー、やめて、やめてください、驚かさないで。あー、キャットラップいた。待て、キャットラップ逃げないで。キャットラップがいざなってますね。これさ、なんでこの主人公にこれを見せるんだと思う？やっぱ過去を知ってもらう必要があるみたいな感じなんだろうね、プレイタイム社の。あー、悲鳴が聞こえてきた。エリオットが行ってきた数々の非道な行為を知らしめるみたいな感じかな。ん？ハッピー&ハッピー&ファン、ウェイ。has it done. それを行われた。楽しめ。これ何？扇風機か。では、見ましょう。あ、あるある。Welcome to Playtime。はい。このベッド何？やだよー。うりゃー！来い！従業員の皆さん、プレイタイムでの初出勤日にようこそ。怖い。これから皆さんは愛情深く支えてくれる新しい家族をここで見つけることになるでしょう。不気味な声だよ、正直。なんかもはや自由に見学してください。はい。ランチを食べたり、子供たちが学ぶ姿を眺めるのもいいでしょう。従業員向けのビデオですね。イノベーション部に入って科学の限界への挑戦を続ける。
あるいはプレイキャーの真面目で優しいカウンセラーと共に子供たちの未来づくりを支える。ほう、楽しみですね。何これ、怖い。誰、今や皆さんの一人一人に役割があります。明日出勤して自分の配属先に不満を感じたり業務に不満を感じたら上司が喜んで相談に乗ってくれます。怖いよブラック企業やん、シンプルに。君は何年か経って罪悪感に耐えられなくなって戻ってきた時にはどうぞ闇に身を投げてください。え、どういうこと。不可解な恐怖の数々があなたを待ち受けています。ハギー現れちゃった、ついに。みんなあなたの帰りを待ちわび見つけようと躍起になっています。なんかグラグラする。多分それらは物陰から歯と肉とプラスチックでいっぱいの口で微笑みかけあなたを温かく歓迎しようと待っていることでしょう。ついに来ますか。かつて戦った世界で自分の立場を理解する時間すら与えてくれない。ここはもう彼らの世界。これ PV であったやつですね。あ、が、目を離せなくなってる。目を離せない。なんかこのハギーのあれから怖い怖い怖い。あー、え、え、え、やだこれ、やだ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 、あー、やだやだ、お化け、ハギあ、やられちゃった普通に。あー、負けイベだったわけね。なるほど、幻覚見せられつつ負けイベに参加させられたと、そういうことっすね。ちなみにここは、あ、ここでガスに襲われてあの幻覚見せつけられたんですね、ハギワギの。なるほどね、オッケーです、行きましょう。やっぱハギーは現れませんでしたね、本物のハギーワギーは。すべてはエリオットの過去、そしてプレイタイム社のやっていたことを明かすためのあれでしたね。で、オッケー、ホームスイートホームです。そしてこれ浮かせたりする。あ、浮かせるね。下も降りれると。おお、ほら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 、この先に行くっぽいね。まずはドッグデートのバトルが始まるかもしれませんね、この感じは。とりあえずどうする、下降りるしかないかな。そうだね、多分どこにも行けないね、このままだと。で、下降ります。あれだね、ベイビーロングレックスいるね。まあいいや。ほっ、え、今ガスマスク、え、ガスマスクあるよ。え、こんな感じあれ見落とす人いるだろ絶対。おー、ガスマスク、やばい。ガスマスクつけれたってか、これあるし、このおもちゃと。もうつけなきゃダメだね多分ね、この感じは。よし、じゃあ行きましょう。はい、行けー、ほら使い方よ、そんな危ねえおもちゃねえだろ。行きます、ガスマスク装着です。ガスマスク、あ、待って、でもこれ行けないぞどこにも。あ、ここか。ん、あ、あるね。オッケーオッケー。えっ、これた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 。どこだ、ここは。こっちはどう、いけるかな。あ、こっちいけるね。で、こっちもいけるんだよね。コルクボード。こっちは何もいけない感じかな。あ、引っ張れる、引っ張れる、引っ張れる。こっちいけるわ。なんだ、この部屋。来る方向としては合ってるみたいだね、どうやら。おお、うわー、寝ないでよあって、あー、キャットナップじゃん。戻りますだってあっち行ってないんだもん、こっち。こっちは何なのよ、こっちは。あ、戻ってきた。あ、そういうことね。ショトカですね、ショトカ。キャットナップさ、あれ、あいつついてこねえなーってなったかな、まあ、とりあえずキャットナップの方ついていきましょう。ブンズの扱いなんとかって、いや、してあげてー、お願いだから。待遇悪いよ、ブンズだけが。いじめられてんの？目の前に電池だね。とりあえず入れましょうか。あ、もう一個ないね。
もう一個探さないといけないっぽいな、これは。こっちはいけなそうだな。じゃああっちか。狭いね、だいぶ。あ、なんか、ああ、すいません、ノックもせずに、キシーさん。失礼します。おい、何してんだ。キシーさん、何してんの？ちょっと。キシーさん。誰の？あ、これ自分の写真だったの？もしかして。違うかな？どうだろう？自分なのか、それとも昔遊んでくれた子供たちの写真を眺めていいのか、どっちだろう。全然気づかないんだもん、だって、キシーさん。コロボさんのこと。あ、こっちなんだ、行く場所は。ラン！マジ？走らなきゃいけないわけ。ハイド、ハイド！ウォッチアウト！気をつけろ、だって。わかりました。軽い。テーブルがどかせないんよね。あ、いけんのかい、普通に。いけたわ。じゃあ、こっちだね。あ、なるほど。こっち側に来れるわけだ。じゃあ、こっちにもう一個の電池があるわけだね。どこかに。あ、なかったらやべえんですけど。ビデオだね。どっかにビデオあるか。どっかにビデオありますね、これ。あ、こっちか。あ、ある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 。オッケー。カモン！なんだこれ、ベッドか。1322。今回、神経の明らかな異常が検出された。少しレギュラーだが、消灯直前にホームスイートホームから回収。彼に誰だろう。なぜまだ起きているんだ。誰の音声記録だろうね、これは。ケビン。ケビンは誰だ。1322ってなんだろうね、実験体番号。嘘つくな、お前。嘘つけ、破棄する気だろ、どうせ。本当に良くなるのかな。ああ、そう思うよ。私たちに任せるんだ。学校で話を聞き勉強し、必要な時は休息も取ったから。誰のビデオなんだこれ。休息が必要だ。いや、わからないね。に戻ろうじゃないか。お父さん。わかった。プレイキジョセフ。約束するさ、君の友達は大丈夫だ。ジョセフとケビン。科学者なんでしょうな。誰だ。で、こっちではなかった。それが一番苦しいです、コロモさんは。だって、どこに行けばいいかわからないので。あれですね、これ、こっちだわ、ほら、上にあったわ、掴むとこ。なるほどね。電気、こういう、火花とかこういうのちゃんと見ないとダメだわ。誘導になってんだ、ちゃんと。いきます。はい、やっと来れたぞ。次なる場所に。すげえ迷ったわ。さあ、ベッドだね、子供たちの。あ、書いてある、ほら。Why have you returned? なぜ戻った。主人公に対して言ってんのかな。誰のセリフ。あ、電池あった、電池あった。やだ、ボビービー。あー、なに、逃げよ。何が割れた音だったの。あー、また落ちちゃうよ、これ下手したら。じゃあ取ります。ボビーベアハグの人形から電源取って大丈夫？怒らない？これ PV で見たやつ。これさ、見てたよね、 PV だと確か。怖い、見ないで、こっちを。あっちはまだいけなそうですね。 OK、 電池取って下に降りましょう、一旦。はい、 OK、 来た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 。朝になった、朝に。いけや。よっしゃ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 。開いた。ああ、ここが開くのね。オッケーオッケーオッケー。いやー、マジいろんな行くとこあって分かんなくなる。あ、またこれか。よし、じゃあ引っ張りましょう。これは PV で見たやつですね、多分。さあ、ザ・アオブ・ジョイ。オッケー、また決め台詞ぶち壊してこい。ほらー、すげえ、なんかヒットストップみたいになったな、さっき。さあ、行きましょう。あ、なに？なに？誰？今見えた？なんか走ってる音したけど、どこに走ったか全然見えなかった。ん？え？待って、この絵本ポピーちゃん写ってるよ。やば、シー・ジョーンズ。どういうこと？
うーわ、なんか保存中出たよ。なんか来るんじゃないこれ。絶対なんか来るでしょう。この電源の手はどこで使うんだろう。あ、上か。はっ、あ、来ました。行きましょう。ビデオテープも多分こっちにあるかもしれません。ビデオテープ探すの難しすぎだろこれ。なに、何の音、え、やだ。何の音、あ、閉まっちゃったよ。とほほ、開かないよね。あれ、どこ行けばいいんだろう。あ、起き上がってるよ。ボビーベアハグやめな。大丈夫ねえこいつ、大丈夫。あ、また取れた。え、電源取れたけどいいの。あ、電源取れちゃった。ごめん。あ、電源消えたみたい。ほーん。で、また電池集める系かな。どこかにね。まあいいや。まあ持っていきましょう、とりあえず。なんかまた電源持ってきちゃったけど。あら？あ、え、あ。あ、またさっきとは違うのか。はい！オッケー！来た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 ！カモン！よし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 。で、で、あっちが開いたのかな。あ、そうだね。やばい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 。燃やされてるよ、カーレイさんの人。大丈夫？この状態からでも入れる保険があったら紹介してください。これあれか。あ、戻ってきたわけか。戻ってきた感じじゃねえ。誰だよ、これやったやつ。あ、コロンボさんか。これやったのコロンボさんだわ、完全に。まあいいや。で、ここが開いたわけだね。よくわからないまま進んだけど、なんとか来れたわ。よーし。行きますよ。さあ、開きました。謎解きルームに来ましたね。あー、これも PV であったとこだ。これ狙いをつけるやつだね。おっ！あー、オッケー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 。難しいんですよ。はい。やっと来れた、やっと来れた。いやー、長い。まだまだあるじゃん、だってこれ。はい。どこに来た？あ、どこに来たこれ。どこに来た。あれ、なんか戻ってきて、もういいってことなのかな。あれ、よくわかんない。どういうこと、戻ってきちゃったけど。あ、で、出たけど。あ、なになに、あ、あ、なになに、やめてよ。ひしびし。いいよ。離して。ホピーちゃん。彼らは悪者じゃない。あなたを助けに来たの。やばい、なにこれ、すごい。この子はここが苦手なの。やばすぎる。でもオーリーのおかげでここまで来れたのよ。やっぱ違う人だったね。あなたを見つけることもできたし。何この最高の展開。待ってよ。あの列車事故で怪我しちゃったわね。うん、怪我しちゃった。本当にいろいろあったわね。可愛いポビーちゃんの声、すごい。もう本当のことを話すわ。お願いしますよ。もう本当に頭の中いかれそうですよ。わけわかんなすぎて。騎士！大丈夫よ。安心して。何？ちょっとあなたあんま信用できないんですよね、正直言って。おー、かわいい。何このコンビ。かわいすぎるよ、ちょっと。どこが開いた？何？何が起こってる？ちょ、あ、そこか。これでエレベーター乗る感じなんだね。ひしみしは、やっぱポピーの指示に従ってる感じなのか。あ、待ち方かわいい、こうやって。私は敵じゃない。そうなの。でも帰られたら困るの。そうなの。ここでの出来事は一人じゃどうにもならない。あなたがいないと、私たちをあんなにひどい目に遭わせた恐ろしいモンスターたちに復讐するために。やば。あいつらの行動は全て操られてるのよ。え、どういうこと？プロトタイプに。うわー、マジで？プロトタイプ、やっぱり？やっていいわよ。やっていいわよって、プロトタイプをってこと？マジで。あー、なに、座っちゃった。
何もじもじしてる。かわいい。やばい、今、ポピーちゃんから衝撃的な真実が明かされました。あいつらの行動を操られてる。プルトタイプに。わかりました。何ポッ、何騎士、かわいいどうすればいいのねえ、ちょっと、置いてきぼりにしないで。ちょっと。やっていいわよとは言うけども。ちょっと観察したい、観察。かわいい、なんなの、この子。いや、行きましょう。はい！なになになに？おー、電源ついた！やったー！電源ついたよ。プロトタイプはこっちに気づいてる。私たちが逃げようとしても、きっと入り口にたどり着く前に殺されるわ。マジで？あいつのせいで私は超長い間閉じ込められてた。超長い間。そう、どんなにひどい目に遭わされたことか。プロトタイプによって殺してくださいをさせて。殺すとか言ってるし。一緒にみんなを救いましょう。わかった、頑張る。私たちは知ってる。あなたならやれるって。ハギを殺し、マミーまでも私も自由に。あなたならいいやつきっとできるわ。ありがとう、頑張るよ。ポピーちゃんのためにね、コロモさんはマジで頑張る。あっ、くの、やだ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 。プロトタイプが用意した最後の切り札よ。そうなの？逃げなきゃダメ。気をつけて。わかった。オーリーと話して。わかった。何？あなたたちはどこに行くの？ねえ、一緒に行こうよ！ねえ、ちょっと待って！行ってしまいました。待ってよー。ああ、いなくなっちゃった。そこに、何のためにそこにいるんだ。ねえ、ねえ、また僕だよ。ああ、君か。ポピーから説明を受けたみたいだね。プロトタイプなんだね、全部ね。電源もついてるじゃん。よ、そうだよ、やってやったよ。次にやることは至って簡単。ほう。ガス製造ゾーンの電力を復旧させるんだ。ほうほう。まず、さっきのホームスイートホームの建物に戻って。また戻るんですか？あ、ここじゃん。入り口付近のどこかに。あ、これだ。大きな電源コードがあるはず。ある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 。それをゾーンの下に差し込むんだ。え、これ？マジで？刺すとこあんのか。なるほどな。あー、取れた取れた取れた。あ、取れたってか、引っ張るのね。なるほどね。像の下に電源コード？あ、持ってくのね、このままこっちまで。そういうこと？どんだけ伸びんのこれ。あー、で、持ってって、電源、あ、これかな？これじゃない。あー、さっきなんかあったな。ね。あ、これだ、これだ、これだ。オッケー、オッケー、できた。見て、見て。なになになに？ホームスイートホームの中で、ジェネレーターをオンにしたよね。オンにした。あれはあの建物だけの予備電源だったんだ。どの建物にもあるはずさ。ほい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 。これでホームスイートホームの予備電源を、ここへ引っ張ってこれたね。なるほど。これで半分は終わったよ。半分終わったの？次はどこへ行こうか。まだまだあるだろ、ほら。この辺りは危険がいっぱいだから。めちゃめちゃまだまだだろ、これ。遊び場なんかは特にね。学校なら大丈夫かもしれないね。学校？キャットナップはそうめったに来ないから。ああ、まだ来ないんだ。じゃあ今鍵をあげるね。オッケー、じゃあ下に取り行きます。ありますありますあります、ゲットしました。あと 1,2,3 個もありますからね。まだまだですよ、本当に。学校に行けって言ってたね。オッケー、じゃあ行きましょう。さあ、そしたらね、学校、あ、これは関係なかったね。普通に入ればいいんだね、多分ね。あー、くわくわくわく。ひえー、何が襲ってくるんだ。あ、すごい、ボクシーブー。結構さ、広いんだよね、中が。あー、で、ロードが入ってると。なるほど。外観さ、そんな広くないじゃん。でも、ロードが入ることによって、これ中がめっちゃ広くなるんよね、多分。あ、なんか書いてある。フレンド、フォーエバー。リーディングイズファン。学校だからそれっぽい感じになってきたね。オッケー。あ、待って、こいつじゃん、ほら、オーリー。スクールルール。プレイアテンション。Do your ホームワーク。プレイフィア。あ、オッケー。オーリー、あれじゃないの？新しく初めて見たよ。急がないと。ジェネレーターをオンにして離れて、学校の電源コードを中央に差し込んで。簡単だね。気をつけなきゃダメだよ。ドームのあっち側にいるときは君に連絡できないから。
ドーム？そこには何かがいる。おお。一人じゃないから気をつけて。わかった。そいつは君の。なになに、ちょっと誰？遮らないで、コロモさんとオーリーとのあの会話をやめて。こちらミス・ディライト。ミス・ディライト、お取り込み中失礼します。なにそれ。皆さん、ベルが鳴るまで席を離れないように。え、パスなしで廊下に出ちゃダメよ。どういうこと？ミス・ディライトって誰？新しいやつ出してきたな。学校だね、完全に。学区が汚ねえ。ハエ飛んどるし。なにこの服。やだ。バッチッチ。鉛筆刺すなよ。ミス・ディライト気になるね。電源が一個あるね、そっちに。ピアノだね。メモじゃん、メモ。え、メモどうやって取るの？メモ取るってか、どうやって見るんだろう。後で見れるのかな。じゃあ、まあ、とりあえず電源入れていきましょうか。はい。ほら。あー、オッケ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 ー。じゃあ、行きましょう。もういいよね。あー、やばいやばいやばい。しまっちゃしまっちゃしまっちゃ。はい。こちら、ミス・ディライト。こいつがミス・ディライトか。失礼します。オーリーじゃないわ。ベルが鳴るまで席を離れないように。怖いな。パスなしで廊下に出ちゃダメよ。ミス・ディライト出てくるだろ絶対。めっちゃ怖いんだけど。ミス・ディライトさん、一緒に遊ぼう。ディライトさん、ディライトさんいないよ。絶対敵だよね、どう考えて。あ、ビデオテープある。取れた取れた取れた。こんな感じであったんだろうね。悔しいな、さっきの場所。あ、え、こっちか。あ、見覚えがあるわ。そう、思い出した。何？ここで働いてたでしょ。やば。なぜ生きてるの？え、皆殺しにされたの？バーブ。バーブ。ああ、バーブによると同僚を探してるみたいね。キャットナップは許さないわよ。出て行って、死にたくないなら。何者？バーブとは一体誰なのか。でもあれだね、ミス・ディライトは敵対してる感じはないかもしれないですね。あのね、今のセリフ聞くと。こっちではないのかな。そして、あ、違う。でもあるあるある。また見落とすとこだった。わからないでしょ。あ、待って、これもメモ違うね。絶対これわかんなくなるって。バーブ、主人公の仲間みたいな感じなのかな。バーブっていうのはバーブが手助けしたみたいな感じかな。ん？ここ降りるんじゃないんだ。あ、ここ降りるんだよね、多分ね。はい、来ました。ゲットー。で、戻る。ミス・ディライトも実験体ってことなのかな、じゃあ。電源入りました。はい。ほっ！よし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 。さっきのビデオテープですね、これ。なにこれ、釘バット？やめて。ねえ、子供たちは？これディライトの声かな。従業員と同じ場所に？違う。え？子供たちは無事？ああ、誰の会話だろうね。ダメだ。え？それだけ、それしか話してない。怖いなこの会話全体的に。わけわからなくて。ディライトがやったんだわ多分。子供たちを何かしらの場所で。ほう、なかなかいいやつだな。会いに行きてえわ。今会いに行きます、あなたに。ああ。おい、ディライトさんよ、あんたちょっとやりすぎじゃねえのか？ディライトさんちょっと気になる存在だな。結構好きかも。恋したかも、ディライトに。ミスディライトに。そういう人いません？ミスディライトに恋したっていう人、ちょっと手を挙げてください。はい。まあ、とりあえず上行きましょう、じゃあ。
さあ、その話を聞かないのね。ねえ、だってそこは他の人間たちと同じ。そう、あなたの悲鳴もあいつらと同じかしら。いや、怖え、ディライト。楽しみでたまらない。やだよあなた。でもあなたやだな。意味わかんない。ディライトさんにやられるのか。でもまあでもやっぱ命取られるのはやだな。なんとかなりません？ディライトさん、電源、いや、ここ開けるんだね。オッケーオッケー。まあさっきの場所よりシンプル。てか明るいだけで全然違うわ。暗いともう何が何だかわからないっていうあれがある。あー、もう出た、ほら、見せ、ディライト。え、普通に人間みたい、かわいい。生徒の皆さん、私たち姉妹を見つけていろんな面白い科学を学びましょう。ボタンを押せば人間について学べます。姉妹ってどういうこと？こいつミスジライトは姉妹なんだ。の長さは合わせると10万キロメートルになります。ちなみにですが、地球一周の距離は約4万キロメートル。え、そんな長いの？嘘、初めて知った。どんな勉強したんのっていうか。人間について学べます。あ、なんかメモだ。このメモをと全部集めれてるかな今んとこ。電源、電源、またこの機械か。あれ違うな。今度なんだこれ。1、2、なんかつかめないな。あ、違う違う、こうだわ。あー、チャプター1。チャプター1おなじみのねやつ。うわー、やばい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 。何やってんだこいつ、何やってんだお前。あー、え、プロトタイプに敬礼。素晴らしいとやったと思わない。え、これディライトが言ってたの。ディライトのあれだったってことなのか、もしかしてこれってどうするべきだったわけ。コロモさんは何の音、え、何の音、なんか音楽いいね。なんか音楽いいぞ。なんか多分逃げるんだね普通に。なぜか音楽始まっちゃってるけどさ、ディライトが現れる。なぜかこれぶち壊す。モーニンググローリーでぶち壊す。逃げる。ディライト怖いよ普通に。あー、来てる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 。どっちどっちに行けばいいの。ちょっと、あ、やばい、あ、あ、あ、え、ディライトさん。全く意図しないキャラが出てくるの何なの。ちょっとどこに逃げればいい。電源持ったでしょ。あ、こっちか。はい、持ちます。あ、やっぱ見てると来ないんだわ。モーニンググローリー。でもなんかさ、肉っぽいよね。怖っ。怖すぎるでしょ。ほら、やばいやばい。え、いなくなった。いた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 。何が待ってる、何がある。どっち行けばいい。こっちか。あ、しまったしまったしまった。終わったじゃん。おい、残念だったなお前さんよ。まあいいや、じゃあこいつはもう大丈夫。うわワープすな。この人ワープするんで。こっちなんだろう、あっちの部屋にある。どうするどうするどうする。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。どこに行くべきだ。また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 。あー、やばい、これ大丈夫。あ、大丈夫大丈夫大丈夫。音楽いいね。だかどかどかずんだかどかどかずんだかどかどか。あー、違う、間違った間違った。よしよしよし。あー、来た来た来た。やばい、ディライトさんやめてくださいよ。はいはいはい、オッケー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 、いきますよ。
でも結構可愛いディライトさん好き。行くぜ、オラさらばだ。どこ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 、待った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 、こっちか。ディライトワープしてくるからな。待った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 、どっちだ、こっちでいい。え、じゃああっちだ。来てる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 。来てる来てる来てる、ディライトさん来てる、可愛い女の子来てる、やばい。やむずいやー、オッケーオッケー、ここまで来ましたよ、ここまで。ね、そしたらやることはというと、まず電源バックパックをあっちの回線につなげ直す、それが一番難しい。扉は1個だけになるけど、あ、これいいじゃん。はい、オッケー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 。待って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 ね、ディライトまだあっちいるよね。あー、そっちから来んのかい。まあ、入れる、とりあえず1個入れる、取る。はい、こっち来てください、ディライトさん、ディライトさん、おいでなすってください、我が愛しきディライトさん。動き動きがやだな、ディライトさんってば。そういうとこがいいよね、なんかそういうとこが好きなんだよな。あ、オッケーオッケー、ここに入れるね、いくよ、じゃあせーの、はい、オッケー、はいはい、さあ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 、オッケーです、オッケーです。ちょっと待って、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 どう動く、まずはディライトをこっちに誘導する、こっちに。はい、はい、はい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 、OKOKOK。 ディライトさん、あなたとお別れするのは寂しいけど、僕も一瞬コロンボさんもね、一生懸命やってるんで、さらばだディライトさん、あなたのことは忘れない。え、開いてる、待って、開いてる、開いてる、待った待った、あ、おい、おい、どうなってんだ、あ、開いてねえぞ、あ、な、な、なんで、待って、電源がおかしい、一個は、はい、え、電源入ってるよね、どういうこと、え、どういうこと、電源入ってるのに開かない待った、どういうことだ、思ってたのと違うんですけど、それは違うってことか。はい、あ、オッケー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 、入った入った、電源入った、電源入った、ディライトさん、もうこのまま行こう、行くぞ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 、オッケー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 、開いた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 、オッケーオッケーオッケー、次はまだ分かんない、次はどうすればいいかまだ分かんない、待って、どうする、あー、来ないでよ、何、え、普通に来る、この人何なの、ちょっと何なの、ちょっと、やめて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 、待って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 、はい、おー、ディライトさーん、そんなディライトさん、いきなり加速しなかったねえ挙動がちょっとおかしかったぞ。ディライトさん、ディライトさんの、じゃあそのモーニンググローリーだけもらってきますね。取れないディライトさんのモーニンググローリー、まあいいや、あとで墓作ってあげようと、コロモさんの庭の近くに、ディライトここに眠るってさあ、ということでね、途中ですけど一旦ね、パート1はここで切りたいと思います。で、すぐパート2も上げますので、すぐにそちらも見てください。はい、それでは一旦終わります。ココココロボ、バイバイ。